こんにちは、東京不動産大学稲垣義邦です。今回の動画はですね、実際にあった変わった間取りのご紹介になります。で早速ちょっと見ていければと思うんですけど、すごいですね、この間取り。お部屋から入ってキッチンを抜けて、洋室なんですけど、窓がですね、何面採光といったらいいか分かんないですけど、これ全部窓で、で、収納が全部ここにあると。こういう間取りが実際あったそうです。で、ここ、ベッドどこ置くのかも全然分かんなくてですね、配置してしまうとこう収納開かなくなるんで、一体どうやって家具を置いていいのかちょっと分からないよっていう間取りです。で、あと、冷蔵庫一体どこに置くのかもちょっと分からなくてですね。まあデザイナーズでかっこいい物件なんだと思うんですけど、すごい使いづらいなっていう間取りです。で、さらになんかロフトがついてる。で、これが一番強烈なんですけど、もう廊下ですね。ほぼ全て廊下ですね。お部屋 4.5 畳しかないです。なんですけど、多分これ35平米とか40平米ぐらいあるんですかね。で、玄関こう入ってですね、で、洗濯機置き場はここにあってですね、お風呂場までもかなり遠いんですね。で、独立洗面台がこの位置にあってですね、すごい暮らしづらいっていうですね、お部屋になります。で、コンロはなんか2口あるみたいですね。で、冷蔵庫はここに置けるんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここで脱衣してですね、お風呂まで非常に遠いので、ちょっとなかなか生活しづらいなという間取りになります。で、これがですね、これは一体どういう成り立ちなのかが全然わかんないんですけど、玄関入ってですね、お風呂が3つあると、そういう物件になります。本当にあった物件なんですけど、なぜ3つ必要なのかがちょっと全然わからないですね。で、洋室6畳です。で、あとさらに謎なのがですね、こっから、下ってって、ここの下の階にですね、洗濯機置き場があると。で、ここを降りたり登ったりして、洗濯をしていくという間取りになります。で、続いてこちらなんですけど、洋室が6畳に対して、バルコニー、あ、ベランダですね、ベランダが50畳ありますよと。ちょっとこれ実際のこういう比率で書いてあったんですけど、これ6でこれ50ってちょっとおかしいんですけど、凄まじく広いベランダがついている物件ですね。で、もう一個はですね、こちらが屋根裏部屋がですね、間取りは標準なんですけど、屋根裏部屋が2部屋分ぐらいですかね、ついているっていう物件になります。で、まあ、屋根裏なので若干高さがあるかなっていうふうには思うんですけど、まあ、割と物置ですとか、あとは勉強したりとか使い勝手があるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、結構こういった変わった間取りっていうのはたくさんありますんで、また見つけたら紹介できればと思います。